今日と同じ明日を迎えるをテーマに積み上げてきた護身術、どこまで通用するか楽しみです。今日よろしくお願いします。打率用道場で学ばせてもらってます、藤本翔吾です。今日は見てくれてるお子さんたちに勇気を与えられるような試合ができたらと思います。よろしくお願いします。丸選手バックボーンシラット、シラット伝統シラット、近代シラット、サンボ、護身術など計約5年、藤本選手バックボーン空手と打率道場の方ですね。このルールでバチバチやろうというね。そうですね、気合が入ったんですね。見た目の二方ともね、なんか大人しそうな方なんですよね。こうシャープ挑んでるルールやばいっすね。まあ、ほぼ総合格闘技って、なるほどなるほど、なるほど、ね、おーすごい。激しいですね。膝入ってますね。ちょっと身長差があるんですけど、はい、下からブンブン行ってますね。負けじと16センチ差ぐらいですね、身長差は。ただ結構転がされてますね。やっぱ重心の低い高いみたいなことなんですかね、これは。膝が有効だと思い、結構連打しましたね。なるほど、なるほど。で、止まりましたね。止まりました、ジョバリ。いやー、激しかったですね。すごいですね。こんな優しそうなお二人が、バチバチにやる。ボディーの膝がね、3発ぐらい入ってましたもんね。すごいですね。